7月スタートのドラマ「ある日」アヒルバスに出演するトリンドル・レナそんな彼女には熱愛報道が出ている今日はそれについて見ていきます出席した大阪でのイベントにてトリンドル・レナが一部スポーツ紙で報じられた歌舞伎俳優中村七之助との交際について友達関係であることを強調したトリンドルは歌舞伎は見ます 今月の歌舞伎座に行きますと、普段から歌舞伎を感激に行っていることを明かしつつも、七之助との交際については友達ですと否定したのだ。だが、芸能プロダクション関係者は、二人の関係についてこう語る。完全否定ではなく、友達関係を強調するあたり、やっぱりかなり怪しいですね。本当に疎遠なら友達とは言わないし、 スポーツ紙が報じる熱愛ネタは近しい関係者からのリークがほとんど。スポーツ紙は七之助サイドやトリンドルの所属事務所と日頃のお付き合いもありますから表向きは否定されても裏では所属事務所に確認を取っている可能性が高い。さらにトリンドルの男性の好みについてもこう言及する。トリンドルは キュートな銅顔のハーフタレントとして活躍していますが根はかなりの肉食系しかもオラオラ系の男が好みなんですよ以前には赤西人とも噂になりよく六本木や西矢座などで一緒にいるところを目撃されていました七之助といえば歌舞伎界のプリンスで若い頃から夜遊びもお盛んです過去には 酔っ払ってタクシーに無賃乗車して駆けつけた警察官を暴行する事件も起こしたやんちゃなタイプだけに相性はかなりいいはずまして歌舞伎好きとなれば彼氏としてはまさにうってつけじゃないですか前で芸能プロ関係者表向きは恋人関係を否定しているがその関係はやっぱり